どれぐらいかかって2時間ぐらい2時間かけてすごい簡単麺ね、簡単1番いいよ、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、言わなくていいから、この油が美味しいんだから、せっかく、せっかくこんな寸胴、これから10年、20年、30年ランニングしていこうと思ってるじゃん、今日、明日の商売、それで味って変わるからね、だからこのこし網一つ、俺店でこし網変えたことある、味変わっちゃったの、皆さんこんにちは、後輩のカズでございます。なんとですね、今日はですね、配線が出張中のため私、一人ロケでございます。先輩がいないとドポンコツなんて何とも言えませんが、とりあえず気合と根性でやりたいと思います。我々はチャンネル登録者数10万人を目指してますんで、皆さん応援よろしくお願いします。気合の方だけお願いします。チェス、一人はしんどいっすちょっとまだオープン前なんですけども、この前パイセンがゆうきくんにアドバイスしたこととか、ちょっと意気込みとかを聞いてみたいと思います。ではちょっと行ってまいります。失礼します。おめでとうございます。すみません、初めまして、カズです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、なんか和風でいい感じですね。こういう感じなんだ。仕込み準備真っ只中、それも全部火もついて、はい、もう準備はほとんど大丈夫ですか。はい、今の準備8割って感じです。8割、はい、当日にドキドキしてますか。はい、でもいつも通り、いつも通り、はい、すごいな、すごいな根性が座ってますねこれはよくこの前パイセンが油の取り方とかスープの安定のさせ方とか、はい、なんかいろいろ多分アドバイスしてくれたと思うんですけども、はい、改善されてますか。はい、いろいろ考えてあれから練習をしました。なるほど、はい、じゃあもうあとはお客様を待つ。はい、そうです。なるほどなるほど、楽しみです、楽しみです。よくこの前パイセンが油の安定のさせ方、はい、中に油が入ってないとすくっていくとどんどん油が減ってって安定しなくなるよって言ったのは、これはそれはどう改善する感じで。お客様もアプリオープンもしてたんで、それであとその従業員の人たちと一緒にお客様っていう見立てて特訓したんだ。しました。なるほどなるほど、はい、なるほど。何歳ぐらいですか。1日100杯以上ですね。もっと出てる。なるほどこれはね大丈夫そうですね大丈夫そう、顔が焦ってないから大丈夫そう大丈夫準備できてなかったり現場に雰囲気にやられてたらこの表情は出ないから大丈夫。ちゃんと相当練習して自信を持ってお客様を迎え入れられる顔つきと目つき、はい、これはね素晴らしいことです。まあ、ありがとうございます。この間話してた丼を決めるかどうかっていう話と下皿の話があったんですけど、はい、そこってどのように変えてたんですか。まずこの下皿は、はい、陶器だったら、はい、陶器だったんですけど、この間はやっぱ弾いてるうちに割れちゃうっていうことになったんで、すぐ小松屋さんに連絡してメラミにしました。でそれで、あとはやり方はこの間教えてもらったやつで、下から、あ、試着というか、はい、これを買ったんです。なんか試着いろいろあったんですけど、はい、そのやっぱうちはワンタン麺とかもあって、この結構つ、うん、6個使いたいってなったんで、これを右に端に寄せてやるっていう形にしました、はい、端にして、そしたらここが指入るん でそのままで、しっかり水を落として、おお、ここ今油になってるんで、はい、いっぺん全部油飛ばして、で端に寄ってきたのをすくう感じで。なるほど。これどれぐらい練習しました。もうひたすら100回とか、はい、ひたすら回して取っての繰り返しです。じゃあ頑張ってください。ありがとうございます。どちらからいらっしゃる。千葉県の八街市。八街から。どれぐらいかかって。2時間ぐらい。2時間かけてすごい。これ何で知られたんですか。まあ、インスタグラムで。インスタグラムで。こんにちは。こんにちは。ヘキサオープンは何で知られたんですか。はい、私の高校の野球部の同級生が、はい、ユウキ君。なるほど。はい、ユウキ君ってどういう感じの。
努力の男ですか。なるほど、なるほど。今日何を見て。チジタボックスの YouTube の方も前編後編両方見させてもらって、だいぶ苦労してるなっていうのもあったんで、応援のためにちょっと今日来てみました。ありがとうございます。動画を見ていただいてどうでした、感想は。辻田さんも本気だし、天使の方も本気だし、今ね、まだ作ってる途中なんで、これからもうちょっとずつ、レベルが上がってくるんだろうなっていうのはあるんで、そこに期待してます。はい、こんにちは。あ、こんにちは。ヘキサオープンは何で知られたんですか。やっぱり朝日のところで知ってて、はい、初代の本店ですね。はい、へえ。そこで張り紙見たんで、夢近くにできるということで、はい、なるほど。あ、じゃあこれはですねハードルが高いですよ。ゆっくって僕小さくて届かないのでこれ、あ、すいません、お待たせしました。お待たせいたしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お客様がいるんでーす。おめでとうございます。すいません、一番正面入るよ。はいよー。反対一番さんね。はいよー。普通盛りドッキングなし。はいよー。ありがとう。反対面ね。はいよ。反対一番。反対一番。はい、いらっしゃいませ。ワンタメンでございます。はい、ゆっくりどうぞ。はい、お願いします。ワンタメンで T シャツも。うん。スープ飲んでいいね。いや。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日ワンタメン二つね。いや。うつもりね。質問確認していこう。はい。おもり入るよ。はいよ。半端面のサワーズに行こうね。はい、だからなんか痛いとくなった。やっぱりね、若い人素晴らしいやるよ。こんな頑張ってやってるのだから突っ張ってるのちょっとしんどい。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。全然ありがとう、言わなくていいから。中に入ります。本日一番乗りのお客様の感想を聞いていきたいと思います。いかがでしたか。美味しかった。美味しかったですか。あ、なるほど。やっぱ人柄があふれるような。そうですね。なるほど。じゃあ次はまた明日も来ていただけるということで。アブラさん、ありがとうございました。はい、こんにちは。こんにちは。お味はいかがでしたか。あ、美味しかったです。美味しかったです。はい、美味しかったです。なんかお友達。そうですね、元職場の。はい、ご来店のきっかけは何だったんですか。は、辻田ボックスを見てです。え、たまたま辻田ボックスを見てたら、あれってことですか。そうです、そうです。そんなことあるんですか。すごい。じゃあ自分たちもちょっと貢献できたということで。そうですね、よろしかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、はい、すいません。並んで食券を買いました。ではいただきます。まずはスープ。優しくてコクのあるスープですね。やめに行きます。すみません、お願いします。はい、ありがとうございます。チャーシュー飯。はい、
終わり。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お邪魔しました。ありがとうございます。ありがとうございました。どうもありがとう。ご苦労様。ありがとうございました。はい、本日はですね、2代目平吉さんの開店に密着させていただいたんですけど、まずラーメン食べた感想は、ゆうきくんの人柄がすごく出た優しくて美味しいラーメンで、なんといってもチャーシューがうまい、しっかりもうトロトロで味もビシッと効いてて、チャーシューのうまいラーメンでも、なんか久しぶりにこう隣で見させてもらってて、なんか手伝いたいって思う、これゆうきくんの多分人柄ですね。常に笑ってるし、しっかり声も出てるし、愛となんか優しさにあふれる店舗になってくれればって思います。本日はですね、品そば平吉2代目さんの開店に密着してみたでした。どうもありがとうございました。品そば平吉2代目、無事オープンしました。美味しいラーメンを提供しますので必ずお越しください。4月29、平吉2代目初日、238杯売ることができました。皆様のおかげです。ありがとうございました。この脂が美味しいんだから、せっかくこんな寸胴、これから10年、20年、30年ランニングしていこうと思ってるじゃん。今日、明日の商売、それで味って変わるから、だからこのコシ網一つ、俺店でコシ網変えたことある。味変わっちゃったの。